どうも皆さんこんにちは、リモン鉄道局でございます。本日は天皇陛下の即位の日でございますけれども、私はちょっと別の用事でね、天城まで行っていきたいと思います。天城にですね、なんとですね、西武バスの中古であるエルガがですね、配備されたということなんですよね。まあでもね、配備とは言ってもですね、派遣業所の所属になるそうです。まさかね、天城営業所よりも派遣業所の方がね、先にねノンステップバスが導入されるのかと思うのはちょっと複雑ですね。道路前駅からですね、400番のバスが運行されています。400番のバスはですね、ご覧のようにあんまり本数は多くないんですけれども、夕方の時間帯特筆して多いですね。ということでね、今回の動画はですね、この13時発の道路前、失礼、天城営業所行きのバスに乗ってね、天城営業所まで向かっていきたいと思います。この400番の路線はですね、ワンステップバスと、あとは高速型バスがですね、半々の運用を受け持っていて、まあどれが来るかっていうのはですね、天城営業所に関してはですね、情報がですね、ご覧のように公開されていない。まあネットに行けば公開されてるんですけれどもね、まあどのバスが来るかっていうのがわからないのでね、まあワンステップバスに当たったら、まあこれは外れかなという感じです。まあできれば高速バスが来てほしいですね。ですね、現地の吹き込みとなるとね、私ちょっとばかりね、早口になるのはあしからずご了承ください。なぜかというとですね、恥ずかしいからですね。まあ人前で誰に見られているのかわからないのに、まあなんだこのやつだって独り言を喋っているんだって思われるのが極めて嫌なんでね、人がいないところでね、しかも早口で喋っているというね、まあ視聴者の皆さんにはですね、大変ご迷惑をおかけしていると思いますが、あしからずご了承ください。はい、ということでね、天城営業所バス停へと到着いたしました。ここにですね、例の萩の中古車が止まっているということなんでね、見ていきたいと思います。おっとね、右にいる西校舎はですね、現在ヘッドライトの試験をしていますね。B ダイヤなんでしょうか、今から運用入りをするっていうような感じでしょうか。そしてこちらがですね、今回導入された中古車でございます。前にもおっしゃった通りに、西武バスの中古の車でございます。なんか自分で自分を尊敬しているなんか語句を使ったけど、すいませんね。ハキ2130号車というね、番号が振られています。ちなみに21台は20台しか存在しないので飛び番ですね。そして最も注目してほしいのはですね、側面の LED 式方向幕でございます。入り口のね、すぐ横にあるっていうのも不思議ですね。私の推測によりますと、おそらく前乗り後ろ降りといったような、ね、形式の路線バスの運用についていた車かと思われております。そしてですね、西鉄バス、さすがモケットを準備するだけのお金はあるようで、モケットは全て新しいものに変えられております。資金繰りに困窮しているバス事業者なんてね、旧事業者のモケットを変えずにそのままね、運用入りさせているといった例もありますしね。ということでね、今回の覇気2130に関する動画は以上となります。まあ、これから先ね、どんどん情報が明らかになっていくかと思いますが、この動画で喋った情報は全て10月22日現在のものなんでね、情報は手動でご確認ください。今回はご視聴誠にありがとうございました。おすすめの動画を貼っておりますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。右にある私のチャンネルのアイコンからチャンネル登録ができます。